皆さんこんにちは、ペッソでございます。米でね、17回目やっていきたいと思います。いきましょう。6部隊しか出せないで、1,2,3,4で、5,3でいいかな。はい、ああごめんなさい、飛ばしちゃった。どこにおるとね、おう孔明、私はここだ、何の用だと、そこにいたか、朝廷に歯向かう逆賊めとね、天使に代わって義王たるこのわしが天誅を加えてやると、黙れ監視とないがしろにし、天津さえ義王の位を帝に強要するとはね、私は玉璽の日直を奉じ、監視の族を打とうとしているのだとね、その族とはそうそう貴様のことだと、己問答名をかかれとね、殿、曹操の判断を狂わせるため、一番橋の一番南まで逃げてください。逃げるだと、橋を一番南まで、分かったとね。何かの策があるのかもしれません。迂闊に突っ込んでは危険ですとね、王兵貴様、首相であるわしの作戦に反対するかとね、さようでございますと、副将の分際で生意気なこのわしに逆らおうというのかとね、徐行殿、王兵とで悪気があって反対しているわけではございますまいとね、そうです、首相の誤りを正すのが副将の役目にございますと、己王兵、わしにことごとく逆らってからに覚えておるよとね、これでは戦いに負けでもしたら何と報告されるか分かったものではないとね、場合によっては敗戦の責任を押し付けられるかもしれん、それなら一層のこととね。これ誰？ああ、馬長さんか。お、2回攻撃。よし、いいよ。
劉備が橋を渡りました。どうやら逃げているようですと。なぜこうも簡単に逃げるのかおかしいと。孔明の策かもしれん。帰りは禁物だなと。よし我々も一旦交代するとね。交代ですか。はおや曹操軍も向きを変えたようだなと。では殿再び前進してくださいと。ああの総意で、上官に疎まれ、このまま義にいても命を保てませんとね。これからはこの王兵職のために働きとうござる。どうか基準をお許しくださいと。劉備様、王兵なる武将が基準を求めているということですとね。よく分かった、基準を認めると伝えてやれとね。何王兵が、ね、寝返ったと。一体どういうことだとね。己あやつ逃げよったかとね。はい、これで王兵さん使えます。ああ、ジョコさん、この子にいた。それは誰だ？いつものアニメですね。おいら
らが相手になるぜ。勝負勝負。これ飛ばせたらね、敵将はどこだ。この私が相手になろう。攻撃では飛ばせるんですけどね、他の通常の戦闘シーンもねカットされちゃうんでね。うん、退却ね。巨長のやつ随分と開けないな。酒でも飲んでやがったのかとね。偽情報ね。よしよし。これは誰だ？ああ、長保さんね。道が荒れてるからね、あんまり進まないんだね、多分。からでもいいね。はい。はい、かん。ほう。契約使えるんだ。
ね。2回攻撃とまではいかんか。せえな。ああ、食らった。誰に対して？ああ、馬長さんか。
これで、うん、まあちょっと減らしていきましょう。14ターンなんで、はい、まあ下がるでしょう、囲んでるからね。敵は退却したようだな、よし全軍を持って追撃せよとね。追撃をかけるのか、もちろんです。二度と艦中を狙わせないように、そうそう徹底的に叩きましょうと。艦中を攻撃し撤退するとね。
王兵と申したな。そなたを偏将軍に任ずる。今後は官室に忠誠を誓うように。母、必ずやお役に立ってみせますね。殿、ようやく官中を手に入れることができましたなと。うむ、また一歩官室の最高に近づいたわけだな。これほど嬉しいことはないと。おめでとうございます。そこでお願いがございますと。官中王に、即位しその偉業を天下に知らしめていただきたいのですと。なんだと、私に官中王になれだと。それは帝を無視する行為ではないか。帝をないがしろにすると。そんなことは私にはできんと。帝をないがしろにするのではありませんと。帝の意に背いて義王の座についた曹操に対抗するためですとね。帝に対しては即位後に上奏をして忠誠を宣言なさればよろしいでしょうと。いや、しかしだなと。官中王のおなりになってようやく曹操と全てが対等になるのですと。殿、どうかご決断をと。わかった。官中王に即位して曹操の野望を打ち砕こうと。お分かりいただけましたか。官中王、ありがとうございますと。あ、兄者が官中王、嬉しいなと。嬉しいのに涙が出てきやがったと。官中王、おめでとうございますとね。うむ、しかし私の即位を黙認するような曹操ではあるまいと。十分な備えが必要であろう。孔明、司祭はそなたに任せるぞと。では、劉邦、そなたは、毛達と共に漢中の東にある常陽の守備につけと。は、慎んで拝命いたしますとね。次には関東に動いていただきましょうと。慶州の北にある繁盛は宗人が守っているそうです。そこを攻めましょうと。わかった。早速関東に使者を送るとしようと。で、巨匠ですね。陛下、上奏文をお持ちいたしました。どうかお受け取りくださいと。また義王の上奏か。後でそこに置いておけと。いえ、違います。これは劉備からの上奏文です。何、劉備から。そう、そなたは何者だと。私は劉備の使者でございます。帝に上奏せよとの命を受けて単身ここまで参りましたと。そうか、どれその上奏文を見せてくれと。神秘官室の末裔として帝に対する忠誠は未だ変わりませぬと。この度義王を称する逆賊曹操討伐のため軍神の推挙もあり、秦は漢中王に即位いたしました。願わくば五人家のほど。建安24年7月劉備。そうか、劉備が建州、益州、漢中を制したとは聞いていたが、全ては秦のためだというのが嬉しく思うぞ。公職劉備を漢中王と認める。大芝の位も贈ろうとね。母、直ちに官庁にお伝えいたします。陳の期待に応えてくれるようしかと伝えてくれと。官庁を認めたことが曹操に知られれば陳の命も危ないかもしれん。だが劉備が命を懸けて曹操と戦っているのだ。不法程度の危険など大したことではない。これでよいと。ちょっと長くなりましたね。もうそろそろ30分なんでね。劉備は漢中王を名乗り、巨匠の帝に上奏したそうでございますと。帝は喜んで王位を認めになったとか。我々が巨匠を留守にしていなければ上奏を阻止できたでしょうが、空劉備もわしと張り合うつもりかとね。許せぬ。よし、漢中を奪回すると。全軍直ちに出陣の準備をいたせと。芝居さんですね。お待ちくださいませ。出陣してはなりませぬと。芝居か、なぜ止めると。我が軍は関西において打撃を、かぶりましたとね。こう言いましたかな。しかも劉備には時の勢いがあります。勢いのある軍に正面から激突しても決して勝つことはできませんと。なんだと、貴様は我が精鋭が勝てぬと申すか。はい、今の状態で敗北は必至でございますと。貴様は文官の分際でと。我が軍が出撃するよりも良い方法がございます。豪を動かせ劉備を倒すのです。何か妙案があるようだな。よい、そのまま申してみよと。呉は劉備に対して恨みがございますと。慶州を奪えなかった恨み、そして軍師周囲を殺されたという恨みが。ん、周囲は病死したと聞いていたなと。慶州領有をめぐる劉備への対応策に心臓が募って死亡したと聞いていますと。いわば孔明が殺したようなもの。
後に対して慶州は貴様らのものだと認めれば我が方につくのは必須です。劉備と孫権は慶州をめぐって争うことになるかと。なるほど、それならば我が軍は傷つかぬと。心合いを見て宗神さんに兵を動かしていただければ慶州は落ちますと。それを知った劉備は慶州へと兵を出した隙に、義王が主力を持って漢中を攻めれば大勝利は間違いありません。うむ、明暗じゃ。早速こう、孫権に使いを出そうとね。芝居、この作戦の指揮はそちに任せると。は、ありがとうございますと。で、秋雨慶州というねシナリオに入っていきますので、まあ、今回はあのホートさんが生き延びてるんでね、こっちのシナリオになりますと。はい、では、ごめんなさい、ここで一旦終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。